9月18日水曜日、本日のメニューです。デイリーマーケット情報は、なんかいろいろざざっとなんかヤフーニュース、気になるニュースを見たんですけど、1円玉は20枚までしか、まあ1円玉に限らないんですけど、同じ効果は20枚までしか使えないよっていう、そんな話。そして、マーケット、イベント前ということでね、11日ぶり反落となりました。FOMC、結果発表と、あと日銀もね、明日発表になりますんでね、そこ控えてますので、一旦売り、ポジション調整となりました。アトラクティブストックス、あんまりなんか面白い材料なかったんですが、イオンファンタジー、月次動向発表で、大幅高となっております。明日はこれを買え、まあ、日銀、昼に結果発表して、で、その後、まあ、引け後に黒田さんの会見あって、まあ、素直に、イベント通過で景気敏感株に乗っとこうかっていう、そんな感じでしょうかね、明日はね。ということであります。まあ明日決算ないので。ということで、この後は主要指数の動向と2253銘柄中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。はい、今日なんかそのヤフーニュースみんな好きなんですけど、なんか乳がんの話多いなと思ってちょっと悲しくなっちゃったんですけどね。お二人、まあもうどうしてもね多いですよね、乳がんね、ちょっと心配ではありますが、まああまり世代的には全然あれなんですけどね知らない世代なんですけど、でそれはまあそれでいいんですけど、それが話したいんじゃなくて、あと後であの訪日外国人客数のところも見ますが、ちょっと減少したっていうことで心配ですね。やっぱり、まあ、訪日韓国人が減ったっていう影響がかなり大きいんでしょうね。別に他の国からのは別に問題はないとしてもって、そういうことなんだと思うんですけど、後で見ていきます。で、見たいの2つあって、1つこっちこう、忘れない、なんかどうでもいい話が1つ。1円玉75枚使って払ったって話で、これ私知ってたんですけど、あの同じ効果はあの20枚以上使っちゃいけないってことじゃないんですけど、20枚以上使用した場合はそのお店側とか受け取りが拒否できるっていうのがですね、法律に定められてるっていうのは私は知ってるんですね。小銭は20枚かけたらそれ以上は受け取れないで法律で決まってるみたいなこと言い方をしたとかっていう話。まあ数えるのも面倒、もちろんそりゃそう、75枚めんどくさいすんげえ時間かかってしょうがないですよ、ね。で額面価格の20倍までを限りポーカーとして通用するって話になって、もちろん受け取ることはできるんですけど、拒否することができるってことになってます。でもうお札の方はもちろん制限ないので、ポスターは入ってますけど、また後でやっておきましょうね、はい。でだからあの貯金箱は500円玉貯金とかして、その中買い物に使うとかだったら一回両替した方がいいですよ。まああの迷惑ですしね、単純にね、はい、っていう話です。20枚までし、20枚までしか使えないのでお気をつけくださいっていうのが一つ。あとなんだっけな、あ、これそう、これ気になってるんですね。結構ツイッターとかで話題になってるんですけどね、そのメンツー団の団長があの丸亀製麺どうして嫌いなのかみたいなことをね、あの書いてて、なるほどねっていう、よくあるじゃないですか、その串カツ田中、まあ串カツ田中はまあギリセーフかな、あれたこ焼き銀だことか、あのねまあ築地銀だことかつってますか、別にまあ悪いわけじゃない気もするんですけど、銀だこ社長もなんか普通に関東の人だった感じしますけど、大阪なまりだったり印象はなかったですけどね。とかその丸亀に何のゆかりもないのに丸亀製麺とか言い出したみたいなことで、今いろいろつらつら書いてあるんで、気になる方はご覧ください。メンツンダーの公式サイトありますんで、ちょっと長くて見てらんないですけどね、という感じであります。まあこう細かいなもん、ね、まあ確かに身近なんで言ってしまうんですよ、メンツンダー
あやめつんだじゃない。丸亀製麺。ね。これなんかあれなんですか、新宿に麺通団っていううどん屋さんあるんですか、それと関係ないですかね、この麺通団ってね。知ったことじゃないですよね。というね。うん、あか、やっぱ関係あるのかな、東京麺通団。違うのかな。全然画像出てこないし、ちゃんと更新してください。サイト。あ、やっぱそうなんですよね。そうなんですよね。うんうんうん。っていうことらしいので、まあ、丸亀製麺、いろいろ。どうなんでしょうね。まあ一応、丸亀市と関係は、なんか別に旅行だみたいなことでね、今書いてありましたけどね。何でしたっけ、鳥通る。美味しいうどんが食べられるのであればどちらでも良い。丸亀製麺のうどん、本場のさぬきうどんだと思ってる人はいないので、まあ多分そうでしょうね。我々別に香川にゆかりもない人でも知ってますよね、そんなもんね。丸亀製麺のと言われっていうのは確かにあるんでしょうね。まあそうですよね。本場の味、ね、確かに食べたい。でもだって、なんか、なかなかやってないんだもんって。なかなか、なんか午後くらいになると閉まっちゃう店とか、なんかそんな感じじゃないですか、なんかイメージ。前行った時そうだったんですけどね。まあ、さぬきつっちゃってますからね、それちゃんとやれって話ですよね。丸亀市を直撃してみると驚きの事実が判明。何なんでしょうか。大阪名物伝統の味を歌う串カツ田中、東京発祥。本社が別に東京にあるし、で、その社長は関西の人です。大阪の人です。で、大阪、違ったかな。まあ、大阪の人で、で、田中さんはこの、何ですか、献立じゃないや。レシピを持っていた人が田中さんなんですよね。うん、あ、味噌カツは名発祥、ちょっと初めてです。串カツ田中はまあギリ許してあげたいなっていう感じ。そのなんか伝統の田中家の串カツのレシピを広めていきたいなっていうことで始めたって話だったんで、まあひょっとしたらその話が嘘かもしれないですけどね。ね。協力関係にございますですって。まあ、確かに丸亀市としてはこれだけ丸亀という名前広めてくれたっていうね、貢献は大きいですよね、そういう意味ではね。うん、それはそう。銀だこってどうなってんですかね。でも銀だこは別に大阪とかって歌ってないですよね。築地銀だこみたいな名前だったと思うんですけど。ね、そうですよ。築地銀だこですもん。だから、別に大阪っつってないんだから許したってっていう。そういうな感じですけどね。ダメなんでしょうか。ですね、私は、銀だこだったら、てりたまが好きなんですけど、でも、近くにね、銀だこ酒場があって、なんか、すんげえ照りをね、照り照りにかけられるんで、そんなに照りをかけないでくれっていうね。まあ、味わけわかんなくなっちゃうからって。じゃあ、なんだかんだソースなのかと思いました、私は。はい、というね、そんな感じでした。久々、大阪行った時にちょうどククル買って、まあ、新幹線の中で食べるなって書いてあるので、食べちゃいましたけど、ほんと申し訳ないです。はい、反省してます。ということで、行きましょう。9月18日水曜日ですね。日経平均株価見てまいりましょう。はい、日経平均株価今日は40円61銭安、21,960円71銭、 0.18%、 11日ぶり反落ですか、となりました。まあここまでね、上がってきましたから一服はするでしょう、そりゃね。ということで22,000台、到達したところで今日跳ね返された格好。まあ意識されるところですよね。もちろんね、心理的な節目ですんでね。というところ、でありました。なんだっていうと、なんかよくわかんないです。まあ、イベント控えてってところもあるんでしょうしね。
225機能と反対に、頑張った、比較的頑張った方ではあったんですが、マーケット全体ちょっと重くなってしまったかなっていうところでした。海外がそんなに悪かったってわけでもないんですけどね。海外ちょっと今日始まってしまったので、アメリカ、ちょっと置いておきますが、ハンセン指数は0.13%マイナス、続落ですね、3日続落。上海総合指数、反発0.25%上昇でした。ドル円もそんなに動いてません。108円台10の前半の推移続いております。ユーロ円もそんなに動いてないですよね。むしろ円安という形でありました。225、5分足見ていきましょう。今日プラスとマイナス結構行ったり来たりぐらいの感じだったんですが、5番入ってちょっと、戻せなくなっちゃいましたかね。さすがに一旦売っとこかいという感じでしょうか。まあ、利確売りってやつですかね、いわゆるね。でした。トピックス。こちらも反落7.96ポイント安、1606.62、0.49%のマイナスでした。 JPX400 0.45% のマイナス、こちらも反落です。2部指数、これは何日ぶりなんですかね。1、2、3、6、7、8、9日ぶり反落となっております。0.96% のマイナス。ジャスダック平均は続伸、1円22銭高、3353円21銭、0.04% 上昇。マザーズ指数は反落4.46ポイント安、845.22、0.52% のマイナスでした。マザーズ指数が本当にこの下落トレンドから全然抜け出せないですよね。小型がちょっと軟調っていう、まあちょっと雑でしたけど、というところから戻せずに、ね、これちょっとこれ、200日あたりをブレイクしてくると、判定の兆しかなっていう感じするんですけどね。リート指数は逆に、まあ、堅調ですが、まあ、底堅い動きですね。今日マイナスですけどね。0.13% のマイナスでした。続落です。では225の中身見ていきましょう。値上がり銘柄数64、変わらずが9、値下がりが152ということで、値下がり銘柄数の多さの割にはっていう感じですよね。ファストリートファナックが上に多少押し上げた部分がありましたんで、そこでしょうかね。ということでした。値下がり率上位から見ていきましょう。今日トップ JFE ですね。レーティング出てたんだと思いますが、JFE 4.66% マイナス、64円50銭安、1318円50銭ということでありました。こちら、三菱UFJ モルガンスタンレー証券がオーバーウェイトからニュートラルに格下げ、目標は株価2590円から1660円に、引き下げということであります。中国を中心とした厳しい外部環境など反映ということですね。日本製鉄も都市穴格下げ、ちょっと見ておきましょうか。4401、35円50銭安、1546円、2.24% のマイナスでした。2、まあ、鉄鋼弱しですね。神戸製鋼所4、27円安585円 4.41% 下落。国内証券の格下げ響くということで、神戸港にも影響出ております。3位、原油関連今日は安いです。140円安3165円 4.24% 下落でした。まあ一応そのある程度の原油供給は、まあ、大丈夫だっていうような話でしたね。ということで、原油価格急落、まあアホみたいに上がりましたんでね、そこから一旦落ち着いたという形でありましたんで、下落ということですね。まあこの辺、原油関連こぞって下がっておりますが、ちょっとまとめてみましょうかね。下落率4位国際定石なんですけど、ちょっと見ましょう。46円50銭安、1055円50銭、 4.22% 下落。あとはあるかな、ちょいの方 JXTG、
15円安497円 2.93% 下落と、そんな感じでした。石油資源開発とか、間違えた。30円安2951円 1% 下落。なんか、これだけ頑張りましたね、なんかね。イデミツ、イデミツ今見たか。そんなもんかな、とりあえず。まず、富士石油だけ見ますか。13円安248円 4.98% 下落と、そんな感じでしたし。ですね。で、続いて、川樹。102円安2345円、2345と来てますね。4.17% 下落。よくわかんないですけど。まあ、これも何連投してるんですかね。ここは持ってるのかな。結構な連投記録だったかも。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10日か。2ケーキと一緒でしたね。はい、でした。はい。続いて、藤倉。17円安395円 4.13% 下落。まあ、安い。バリュー株が買われてきたって、ここ最近の流れから一服ですね。さすがに今日は。ユニチカ。11円安323円 3.29% 下落。ソンプホールディングス。ずいぶん陰線。ね、146円安4590円 3.08% 下落。ソンプ、まあ、千葉の、大雨みたいなことから、ひょっとしたら支払いが多いみたいなことをちょっと警戒しなきゃいけないかもしれないですよね。今期はね。こんな大きくないのかな。その保険的な被害としては。どうなんでしょうね。日本髪56円安1813円 3% 下落でした。で、あと JXTG ですね。で、以下、朝日ガラス、日本板ガラス、ガラス続いて、高島屋、三井物産、三越伊勢丹、古川電工、住友山、ソニーフィナンシャルと、そんな感じで続いております。値上がり率上位見ていきましょう。今日トップはこちら。川崎汽船、53円高1333円、4.14% 上昇。何だったんでしょうか。よくわかりませんが。2日続落からの反発でした。200日を超えたいですよね。これもね、200日の平均に何度か阻まれておりますんで、ここ半年間は少なくとも。ここ抜けてくると、ちょっとだいぶ景色が変わるかなっていう感じですね。続いて、中部電。40円高1630円 2.52% 上昇。リクルート。随分飽きないできてますが、69円高3319円、2.12% 上昇。なんでこんなできたんでしょうね。日レ、51円高2493円 2.09% 上昇。こちらは、材料ともらってですか。大手食品会社が AI など先端技術を使い、食べられるのに廃棄される食べ物のゴミ、いわゆる食品ロスですね、削減に乗り出すと。いう報道がありました。ニチレフーズは唐揚げなどに使う包装前の鶏肉加工品で除去しきれない骨を AI で識別する技術を開発したと。それで、もうわかんないですけどね。どうなんでしょうね。それで反応したのか何なのか。続いて、顔。156円高7949円。2% 上昇。昨日だから、ユニチャームとかそうでしたけど、インバウンド関連のメーカーが下落しましたんで、まあ、その反発っていうことなんでしょうけどね。顔を上昇しております。続いて富士通、166円高8624円 1.96% 上昇。四季報先取りとか出てるのか、この辺のあれかもしれないですね。味の素高値更新34円50銭高2028円 1.73% 上昇。そして徳山41円高2458円 1.7% 上昇。でサイバーエージェント60円高4210円 1.45% 上昇。でファナックが今日ね上がって、ファナック285円高2万飛び435円 1.41% 上昇。特に何もないんですが、はい、そんな感じでありました。
ね、以下、つらい住みか、トレンドマイクロ東京建物、と、建て強いですね、日産化学、東京ガス、関西電力、ユニファミマ、中外、ディフェンシブですかね、今日はね、そんな一日でした。まあ、下がった時特有のあれですね。高値、安値、更新見ときましょうかね。なんかあるかな、うん、アサヒグループホールディングスビールのアサヒのですね、高値更新、あと何でしょう、味の素でしょ、信越化学、ここであれ、金融価格85円高1万1745円、 0.73% 上昇、これギリギリ抜けたってことですかね、今日ね、765、あ、本当だ、え、本当だでした、そんなないか今日は、名電車、三井ハイテック、任天堂高値更新、ポケモンね、新しいやつね、500円高42,391円、 1.19% 上昇、で、あと東急、京急高値更新、 NTT、KDDI、ソフトバンク、どこも高値更新、ニトリ高値更新でした。安値更新は小型ないかな、はい、そうですね、ということでした。以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。